不適合者もいますよ。不適合者っていうのね、人に言われると腹立つ。自分で言うふうにはいけない。見てコメントにさ、うわ、草薙剛がライブやってる時に始められたって書かれた。ごめん草薙さん今ライブやってる。ごめんね、なんかチョナンカンがライブしてる時に。チョナンカンっていうのは韓国だよ。ごめんね、チョナンカンのタイミングで始めちゃって。韓国だけでも名前な。こっちこっちもごめんね。こっちもチョナンカンが何してるかちょっと把握しきれてなくて申し訳ないわ。チョナンカンはそれそうだ。草薙さんな、けんちゃなよ、けんちゃなよ、けんちゃなよのね。全然覚えて、誰が覚えてる。けんちゃなよ、けんちゃなよ、けんちゃなよ。だだだだだだだ。よすじま、しんぎょすじま、しんぎょすじま。おうなるなるい、だぐだぐな。だる、どれにがいっそ。だる、なんなるこんがりこそ知らない？タンツがランジョルヘイジュースを突っ込むやあああサランヘよ。覚えてる？覚えてる？最後ね、サビとそこは覚えてる。ウォーウォーイエ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 イのと覚えてる？覚えてる。サランヘヨーね。若い人知らないってさ、俺ら知らないちょ、なんか韓国でね、新魚筋ま、新魚筋ま、新魚筋韓国で草薙さんがアイドル活動してた時ね。明日は、コントのライブ配信ないっけ。配信はないです。配信はないです。明日のなる劇で、なる劇というケイプロの箱でコントのライブをやります。そう、ね、ここ暗いですね。そう、配信ないんですよ、申し訳ない。確かになかった気がする、うん、そうなんです、うん、申し訳ないまで言えよ、それ。本当それに関しては失礼しましたなんで。はい、あ、明るくなりましたね。なんか事情聴取みたいな感じですね。ライトつけたらすごいね。確かにな、大学生男子みたいな感じなんですよね、今ね。髪型がね。そうそうそう、リヴァイと同じ髪型だから。リヴァイ、ちょっと分かんないです。その進撃の巨人のね、男の漫画の例えとか本当出されたら逆ギレしますんで。私これは結構女性も見てるはずよ。そうですね、失礼しました、失礼。はい、やだやだ。それは本当にスマソ、ま、スマソでした。全く謝る気ないけどね。すまそうな、本当に。リヴァイと同じ顔ね。同じ顔じゃない、髪ね。わい、リヴァイ知らなくて草。リヴァイ知ってるだろ、みんな。すまそう。見たことあるだろ。見てみよら。おしまいだよ、こんなの。ね。なんだよ、その顔。なんだよ、その顔。なんだこいつ。なんだこいつ。あれは。何ですか。うわ、最低でした。一番良くないこと言いました、今。智弁って言った。ああ、なんだ、野球強いとこ。和歌山のね、智弁学園。野球強いとこでした。智弁です。死ねっていう聞こえたから、いい、うわ、嫌なこと言ったと思ったら智弁って言ってました。そう、野球強い甲子園常連校でした。そうです、智弁和歌山ね。そう、中央大学も同じようなロゴだもんね。智弁和歌山のロゴと中央大学、中央大学似てんだよね。あとカープも似てます、ね、カープも、広島カープも。よくないね、そんな被っちゃダメだよね。そうなんだよな、普通に考えて。そんなに被っちゃいけないよね。
あとメジャーリーグのどっかも似てんだな。レッツか、シンシナティレッツも。はい、シンシナティレッツね。同じ、いや、シンシナティレッツ知らないだろう。皆さん見てくれました、ララチューンのプロ野球優勝予想。いや、全く知らないでしょ、あれ。本当にヤクルトですから、皆さん。ヤクルトですか？西武とね、ヤクルトです。まあまあ、去年注目はヤクルト優勝してるしな、はい、うん、そこはね、そうだったの、マジで。でもカープは本当ごめんね、もう本当にダメ。うん、やっぱりその負けを見てるんで、私は負け方を見ちゃってるんで、そのなんか、うん、どれだけ勝ち星があるかとかよりは関係ないね、うん、もうその勝負の内容を見てるってことだもんね、うん、6勝3敗だったらやっぱ3敗の方を見た方がいいと思う。なるほどな。うん、だから逆に言うと阪神がどんだけ負けようが、その負け方がそこまで問題なければいけると思う。いや、でもダントツで負けてるんですよ。ダントツで負けてるね。うん、ヤクルトです、やっぱり乳製品だし。今どこ行ってもヤクルト戦ないからね、セブン。確かにな、あれ本当ないわ、うん、やっぱ球団の力の強さって大事だと思いますよ、私。やっぱ所属事務所がどれだけコネ持ってるかみたいなのと一緒で。いや、それだったら読売巨人とか強いんじゃないの、新聞ですし、ソフトバンクとかさ。いやいやいや、関係ないね、そんなね。まあでもソフトバンク、私 au なんでね、あんまり言えたもんじゃないんですけど。楽天の私 Amazon 使ってるんで、あんま楽天もね、喋れないですけど、馴染みがないんで。ロッテはお菓子の明治の方送ってるんで、私は。ヤクルトは飲んでる。ヤクルト飲んでるから、やっぱそういった意味でもヤクルト。完全に自分が好きかどうかだよ、商品が。大事だよ、でも。商品が好きかどうか、ね。まあ、それはそうだな。うん。ファンがいるかっていう、その、ファンのね、有無っていうの大事だとは思うんですよ。ヤクルト飲んでるやつは別に、ヤクルト応援中とか限らないからな。そこはやっぱその従来の見方でしかないから、そういうのって。いいえ、それが正しい見方なんですね。商品で見るっていうその予想方法、うん、今まで聞いたことない。予想を聞いたことない。やっぱ今までにないあの予想を立てれてるっていうのは嬉しいですよね、それ聞いたらね。確かにな、それはそう、そうなるか。ヤクルトの、うん、の人はあれかな、ヤクルトやっぱ飲んでるのかな、いっぱい。うちは R1 飲んでるので、優勝は明治。その大学がってことかな。好きな乳製品で勝負してるんじゃないのね、うん、だカルピスとかもね、うん、あ、なるほどね。ピルクルとか、ピルクルとかね。ピルクルは日清食品なんですよ。日清かな、カツナ。日清ですね。草野球かな、そうなってくると。社会人野球とかになるかな、ね、うん、日清さん。そうかもしれない、ね。持ってる可能性もある。はい。それが今 YouTube に上がってますので。はい。野球の野球の。で、もうすぐ、ちょっととある芸人さんとのコラボ動画が。あら。上がります。誰ですか。まあ私たちに近しい芸人さん、先輩の先輩とのコラボが上がるので、はいはい、よかったらそっちも見てください。見てください。まあ明日ですね。明日ライブなんで、来る人は楽しんで、来ない人は地獄に落ちろ。え、そこまで言う。めっちゃ地獄に落ちんじゃん。百人ぐらいだぞ。来る人はね、本当気をつけて来てくださいね。来ない人は地獄に落ちろ。なんでそこまで言う。ざまあみろ。じゃあその悪魔崇拝のミサとかだと思われる。なんか良くないことだと思われる。お前の血で杯を交わせ。モンゴル帝国の人じゃない。考え方が原稿の時だ。来る人はね、最高のカルマになりますから。いや、違う違う、そういう回じゃないんだよ。来る人は救われる、来ない人は地獄へ落ちます。和田藤さんとね、ちゃんとゲストがいるんですよ。いやいや、来たものは浄化され、来なかったものは地獄へ落ちるライブ。そういうなんか本当に怪しい集団だと思われるから、あの清水をね、あのお客さんのおでこにちょん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 って一人ずつやってくライブですか。
じゃあその悪魔崇拝ライブじゃないから。10時間持ってね、こうやってこれで逃げたやつはもう取り付いちゃってるんで。ゾフィーさんとわらふじさんが来てコントを2本ずつやるっていう、うん、違います。ちゃんとしたライブです。コントを見に来たお客さん、コメディを楽しみに来たお客さんのおでこに十字架を当てて、お清水をこうション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 やっていくというライブですね。違いますよ。ちゃんとしたライブですか。物販でね、クリスタルもね持っておくと億万長者になれたりとか、急にモテ始めるクリスタルみたいなのもありますから、ね、怪しい地下イベントじゃないですから、ぜひね、そういうんじゃないですよ。ぜひね、私の股下だけでも見て帰ってください。なんで股下見せたいんだお前。股下の長さだけでもね感じて帰ってください。特別長くも短くもねえじゃないですか知らんけど。日本女性の平均値を見て帰ってください皆さん。股下の長さズボンを測るときはね、必要ですからね、はい、非常に珍しい骨格の人も見てください写真集みたいな感じですけどね、帯に秋元康ですね、これは西田は日本のゴミだっていう秋元康あるけど〇〇とはなんとかだみたいな段階西田は日本のゴミだって秋元先生書いてるけど、いいじゃないですかね。じゃあそんなことで、縁も竹縄では、縁も竹縄ゲートウェイでございますが一番つまんない去年部長が一番言ったであろうギャグじゃん。ちょっとね、みんな縁も竹縄ゲートウェイではあると思いますけれども、ゲートウェイ、皆さん明日来る人はね楽しんでください。初今のはい足の組み方キモって言われてる。どこかだよ、遠近感バグっちゃうよこの足の組み方。なんでだよこんなもんだろ足どういう組み方な、え、何これ、また下の感じどういう感じこれ、何がドナルドダックの足じゃん。じゃあこの靴がでかいからな。すごっ。そう見えるだけで。あ、そうですか。そうよ。ね、縁も竹縄ゲートウェイではございますけれども。やめろお前、二度と言うなよ。部長クラスのギャグ。絶対言うなそれ。若え女は絶対言うなよ。あ、こ、お前髪切った可愛いね。今これ言ったらセクハラになっちゃうか。じゃあ言うなよマジで。多いわ、何自覚あって一回話してきた、これ言ったら今セクハラになっちゃうか、時代的に分かってますよみたいなポーズいいんだよお前分かってんのに言いたくなっちゃうてめえの証拠がもう腐ってる気持ち悪い。何今日お前おめかししてデートかこの後、これこんなん言ったらお前今の時代セクハラになっちゃうか、なっちゃうんだよ、だからなっちゃうと思ってんなら言うなっつってんだよお前録音してるぞ女子社員は、お前の発言をな録音してんだやつは簡単に、若いやつはもうネットに慣れてるからすぐ録音するんだよ上に上げられたらお前辞めさせられるぞ会社、昇進は止まるぞ確実に、少なくとも昇進は止まるからな。全然この世代はお前酒飲まねえな本当に、飲めばいいのに、なんて言ったら今アルハラになっちゃうかなっちゃってるんだからもうあと何ターンかしたら飲め飲めってその怒号が飛ぶ可能性あるから言ってくるんですよ、つまんねえなお前言ってくるから、本当にね、そうこれ言えばいいみたいな免罪符にしてるジジイとは縁を切って、あ、明日のライブを楽しんでくださいね。なんだよその終わり方、じゃんけんポン昔のチョキ